はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。で、今日はこちらですね、デュエルマスターズの DM 新2弾、マジでバッドなラビリンスの2ボックス目の開封ですね。今回も罰ゲーム、苦むしちゃそうですね。これもパパが寝起きで飲んだやつですけども、超苦いやつです。これを前回と同じようにボックス開封して、スーパーレア以上が多い方が勝ちにしましょうか。はい、負けた方が苦虫ちゃん飲みます。じゃあ早速開けていきましょう。まず僕の1パック目、タバタフリア爆裂オーフェルノ怪獣ホタテデジタバッタパンツァーベリーレア、ベリーレア聖主銀ヘイロー。私の1パック目、深淵の影ジェイクディール、ムッシュメガネール、ランド覇者ガンブルマン、おー、スーパーレア。あー、いきなり出ました。パパ1枚取られた。おー、ネオクリーチャーだね、すごい、はい、怪獣アヤコヤテキサスストーン。2パック目、献身の守り再生狂気52号パチンスタリオン、ブルマンチュリスヘルヘイムグロンゴ。で、私の2パック目、黙々放射ムネドン、ドドンブブ、奇跡トーパズ、狂気25号ギュリン、狂気63号ジュトク。3パック目、ガイアジャイアント、ハンマーチュリス、蓄積された魔力、スピークのコンセント、第4神都市ウツボイド。私の3パック目、マシン兵ズゴーン、混沌の獅子デスゲレロ、奇跡トーパズ、ロックスピークスピーカー、ベリーレアだね、プロテストミスト。4パック目、ユーサイドギーロ、ドドンブ、怪獣アホヤ、狂気37号グルル、ダゴンシム。私の4パック目、アダムケインズ、奇跡キーロック、チョモランマッチョ。ベリーレアだね、これ、うん、ネオクリーチャー、うん、これクワトロブレイカー。あ、そうだね、ほんとだ。前ダメだタンク、ドロホーイキドニー。5パック目、爆裂オーフェルノ、ムッシュメガネール、聖主銀ヘイロー、ギアードエクストリーム、爆殺ハードラック。私の5パック目、マシン兵ズゴーン、狂気52号パチン、ロロオコギ、流送車ジバル84号、高速の毒ジェリフィー。6パック目、スチーム吐いた時、刃の極人たちウォー、流送車ジバル84号、スピークのコンセント、ブブンドタンク。私の6パック目、深淵の影ジェイクディール、ハンマーチュリス、フーマグレモリー、マジカルバキューム、空のいざない大喜利。では僕の7パック目、ゼンマイチュリス、狂気64号ジョキル、飛躍位ウェッゼル、占いスハイエイタスデパーチャ。私の7パック目、献身の守り再生、狂気52号パチン、ポポーポポドードブルマンチュリス、ウェポスグレイブ。8パック目、奇跡トーパズ、フーマグレモリーズ、バトルランドシークレット。やったね、これって、あ、やったやった、お、出たー、マスター出ました。うん、これってブラックゴールド。そうだね、ちょ、うん、何と表現していいのか分からんけど、ゼノゼミツ、マジカルバキューン。で、私の8パック目、ザ・チャーメン、聖騎士メタルプルート、アダム・ケインズ、ゼノ・ゼミツ、ヨーヨースピン。では僕の9パック目、乱撃の愚弄者ル・ライバ、黙々放射ムネドン、トゲ玉戦車チューヘッド、ジャンボ・ラパダイス、ルクショップチェサイズ。私の9パック目、ね、奇跡タスリック、アウトブレイク、バレットザシルバー、シークレット、スーパーレアだ。またシークレットだね。うん、いやー、ありがとうパパ。バレットザシルバー
出ました。でもパパはスーパーレーン2枚目だよ、うん、狂気25号ギュリン、アジサイサイ、では僕の10パック目、スチームハエたたき、シシュイリンパ、刃の御家人たち、ウォー、流走者ザ・ウェール、アルチュセール、私の10パック目、聖騎士メタルプルート、パッドパックンチョン、チョコットハウス、フルメタチュリス、流走者ボルシデック、では僕の11パック目、チョコットハウス、蓄積された魔力キラードン、ベリーレアだねこれは、飛躍イーゼッセル、フルメタチュリス、私の11パック目、ルナダークイーグル、霊気ドナ・レオナルド、怪獣チャバンラ、ギアードエクストリーム、ワッショイ万太郎、12パック目、ロローコギ、怪獣アホヤ、アウトブレイク、アイアム、フォースバーレア、はい、これ2枚目だね、うん、奇跡コントロ、で私の12パック目、奇跡キーロック、コントの獅子デスゲレロ、ルナダークイーグル、ジャンボラパダイス、東大先生、では僕の13パック目、タバタフリア、奇跡タスディック、フーマグレモリー、奇跡ミネーラ、流走者ワルハ、で私の13パック目、霊気ドナ・レオナルド、スーサイドギーロ、サイバー WG ハルク、ベリディア、はい、ウランナイス、怪獣チャバンラ、では僕の14パック目、怪獣ホタテ、ゼンマイチリス、マッハ戦車ゴーリオ、ベリリアだね、はい、マジカルバキューム、流走者カカンロク、で私の14パック目、パッドパックンチョ、シシュイリンパ、乱撃の駆動者ル・ライバー、アジサイサイ、世界をつなぐ柱の天罰、では僕は最後の15パック目、ガイアジャイアント、フォーマルハウト、青い稲妻マンタレーザ、ベリリアだね、ドロボーイキドニー、流走者カカンロク、では私最後の15パック目、スタリオン、爆裂オーフェルノ、フォーマルハウト、おー、ブシリア金バージョン来た、マスター2枚目、これのこの絵柄も2枚目、またあれだね、これシークレットの方が出てしまいましたね、うん、よかった、でもオブシディアン2枚目出て、はい、そして作望の支持者スキット、以上でございます。はい、ということでワンボックス開封終わりました。はい、スーパーレア以上、私は3枚、エイシン君は2枚、ということでエイシン君は罰ゲームの苦虫茶を飲んでください。まあその前にカードの効果、このスーパーレア以上のカードの効果見ていきましょう。はい、はい、ではまずエイシン君が出たスーパーレアから見ていきましょう。はい、まずアイアムだね、はい、これ先日もあのデュエルマスターズのアニメで出てきたね、デュエルウォーリア、そうだね、コスト級のパワー1万5000だね、ネオクリーチャー、これ2枚目ですね、うん、バトルゾーンに自分のムートピアが5体以上あれば、このクリーチャーをコストを支払わずに召喚しても良い、そうしたら自分の進化でないクリーチャーを全て手札に戻すってやつですね、うん、ネオ進化でトリプルブレーカー、これがネオ進化クリーチャーならパワーをプラス1万し、ワールドブレーカーを与えますね、うん、というものです。アニメでもワールドブレイクしたもんね、うん、すごかったよね、はい、で2枚目がバッドブランドです、ビートジョッキーのね、うん、これまたすごいね、うん、フレームが金で中のこのバッドブランドはホワイトなのかな、ブラックだね、シルバーなのかな、ブラックっぽいやつだね、うん、コスト7のパワー9000ですね、うん、マスターバッドアクションダイナマイト持ってます、このクリーチャーをコストに少なくし、さらにこのターンに召喚した自分の他の日のクリーチャー1体につき追加で2少なくして召喚しても良い、そうしたらそのターンの終わりに自分のクリーチャーを1体破壊する、ただしこのクリーチャーのコストは0以下にならないってことですね、うん、ダブルブレーカー、自分の日のクリーチャー全てにスピードアタッカーを与えるんだって、すごいすごい、じゃ2体召喚してた場合は4少なくしていいってこと、そうで、バッドアクションダイナメントで2少ないから6少なくなって1万で召喚できるんだ、すごいすごいねこれね、これはじゃあ結構早い段階でこれ出せちゃうんだよね、そうだね、恐ろしい、やばい使ってみたい、はい、でここから私が出たスーパーレアですね、
ランド覇者ガンブルマンですね、うん、ビートジョッキーだねこれも、うん、コスト6のパワー8000ネオクリーチャーです、うん、ネオ進化でこれをネオ進化クリーチャーとして召喚することを選んだならコストを3少なくするんだって。あ、バッタアクションダイナマイトみたいな効果だね。そうだね。だけどこのターンの上に破壊するとかじゃないんだね。あ、そうだね、これは大丈夫だね、うん、ダブルブレーカーで自分のネオクリーチャーがアタックするとき相手のパワー3000以下のクリーチャーを1体破壊するんだって。いや、お強い。やったりマン、これで破壊できんじゃん。はい、その次はバレット・ザ・シルバーですね。 Thank you。 はい、エイシン君がこれを使うでしょうね。ジョーカーズでコスト8のパワー8000、はい、相手のターンの終わりにそのターン相手がクリーチャーを3体以上召喚していればこのクリーチャーを手札からバトルゾーンに出してもいい、うん、ただ出しだ。本当だ。ダブルブレーカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時またはアタックする時自分の山札の上から1枚目を表向きにする、それからジョーカーズクリーチャーならバトルゾーンに出す、それ以外なら手札に加える。いいね。ということはだよ、バレット・ザ・シルバーを出してジョニーが出ればもうお得なんだよ。そのまま召喚できちゃうんだね。うん。おお。最後はこちらでございます。オブシディアですね、うん、メタリカでコスト8のパワー13500です。トリプルブレーカーです。このクリーチャーがバトルゾーン出た時バトルゾーンにある相手のクリーチャーの数と同じ枚数自分の山札の上からカードを表向きにしても良い、その中からコスト6以下のメタリカを全てタップ状態でバトルゾーンに出し残りを好きな順序で山札の一番下に置きます、うん、そしてマスターラビレンス、このクリーチャーがアタックするとき自分のシールドまたはクリーチャーの数が相手より多ければ自分の手札を全て表向きのままそれぞれ新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置いても良いという効果ですね。はい、はい、では苦虫ちゃんいきましょう、はい、これね超苦いから超辛いと超苦いがもう揃っちゃったね。うん、でもね辛いのよりパパはきつかったな正直。マジ、うん、熱湯を注いできたんだけどもう氷も入れてあります。え、マジ。タイマー2分。はい、終わりました。こんな感じで普通に色お茶だね、うん、はい、匂いもお茶でございます。はい、はい、じゃあシンク飲んでみてください。苦いっしょ。苦いよねこれ。ちょっと待って、なんかめっちゃ苦い。苦いよね。じゃあパパも飲むわ。食べるほど苦い。うわ苦い、もう苦い。いやいや、なんで飲んじゃったんだろう。苦いね。あー苦い苦い。これ辛い方が良かったかも。良いでしょ、はい、ということで今回はデュエルマスターズの DM 新2弾マジでバットマンラビリンスでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなと楽しかったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。苦いよね口の中ね。早くチョコ食べたい ということで今回は以上でございます。バイバイ。